はようございます。現在時刻は朝6時32分です。あざみちゃんは今ひーちゃんの授乳をしております。まだ6時ということで眠すぎて全然頭が回ってないんですけれども、最近朝活にハマってるんですよ。朝の涼しいうちに外でいろいろ活動して、日中は家でまったり過ごすっていうのに最近ハマっております。なのでこれからあざみ夫婦の夏限定モーニングルーティーン、朝活をしたいと思います。ぜひご覧ください。まずは朝ごはんを買いに行きます。私は朝からお腹が空いてます。今日はね、ベーグル屋さんに行きます。まずベーグルのフォルムがいいよね。輪が空いてってゼロにも見えるから、ゼロカロリー。まあ朝なら何食べても太らないっていうしね。今日髪かわいい。うん、かわいい。いつもかわいい。もう結構お客さんいるね。本当だ。よしよし、到着しました。めっちゃベーグル種類ある。見て、レイングを飾ってます。レイングを飾ってます。人生ってこんな食べたことない。ここにあるものって全部制覇したい。いつかということでね、ベーグル買いました。よし、じゃあいつもの場所に行きますか。朝ごはん最高のね、場所がある。あそこが私のアナザー。忘れた。しかも私なんていうの、あのサングラスしたかったんだよね。キングヌーがしてそうなやつ。あのサングラス私正直似合うと思う。似合う似合わないんじゃないんだよ。慣れるか慣れないかだと思う。私はたくさんすればするほど慣れるってこと。そう、俺何歳ぐらいかな、サングラスとかつけ始めたの。高校生ぐらいかな。最初恥ずかしかったの。最初は友達とかも、え、サングラスとか言うんだけど、はいはいはい、今となってはそれが当たり前。はいはい、翔英はサングラスしてるものみたいな風に周りも認識するというか。最初恥ずかしかった時って何歳ぐらいの時？だから高校生ぐらいだと思う、サングラスって。え、早くない？高校生でって。私多分高校生の時まだ鼻水垂らしてたので。高校生ってなんかちょっとおしゃれに目覚める時期。はいはいはい、じゃないですか。うん、だいたいそのアイテムに走るんですよね。ネックレスとか指輪とか。原宿とかに行ってさ、3個で2000円だっけ。うんうんうん、なんかシルバーアクセサリーみたいなのさ、はいはいはい、買うよ。え、なんて言うんだっけあれ、クロムハーツ。いや、クロムハーツはクソ高いから。あ、マジか、舐めてたわ。空がもう夏、夏が来たから合図した。なんか違って、夏が来たから合図したって誰に言ってくるしね。なんかドライブしたんや。一人やん。確かに。今のツッコミいいよ。早く。ボケをね、生かすのはツッコミだから。そうなのよ。一人でね、ボケてたらね、頭のおかしいやつか、自虐的なやつかになるから。ちょっとおとなしいことさ、帰りが二人きりになったりしてさ、めっちゃ喋るのよ。でも私の中にはボケるっていうレパートリーしかないからさ、おとなしいこと二人で一人でボケてると、頭のおかしいやつと話を聞く子みたいな絵柄になるのね。で、家に帰って後悔する。マジで私なんであんなこと言ってしまったんだろうってなって、誰か共感者も求む。いいやつだよね、それでも、あさみちゃんって。いいやつだな。え、多分、彼女からしたら、やばい、私の近くにこんなやばいやついたんだっていう衝撃を発覚みたいな。ひたすら私の隣でよくわかんないこと喋って満足に去っていったって思われてるんだよ。絵面が夏やな。入道雲ってやつですか。絵柄が夏。絵面な。さっきからずっと絵柄つけてるけど。嘘。閉鎖中って書いてある。どうして？駐車場の入居者について新型コロナウイルス感染症の、あ、コロナで閉鎖中だって。もうあれなんですかね、この公園って入れないんですかね。あ、そうなんですね。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まさか閉鎖。目的の場所がコロナで閉鎖をされていたので、こうなったら私の土地勘だけでなんかいいところ行きます。突っ込みます。あさみちゃんね、こういう時めっちゃいいじゃんここみたいなところを引き当てる人ですか。やばいやばい。
ま。大丈夫私これ。え、めっちゃ怖いんだけど。変わるか。ちょっとね、あざみちゃんが運転が怖いっていうことでね、僕が運転変わりましたけど。あ、ここら辺いいじゃん。いいじゃないですか、ここ。はい、じゃあここで朝ごはんを食べたいと思います。はい、ピコイチチャンネル。スケート椅子を持ってきたからね、はい、これを出してご飯を食べる。いや、綺麗だね。最高ですよ。いや、いいよここ。いや、最高だね。紆余曲折ありましたが、こちらに落ち着きました。え、でも結果オーライじゃない？結果オーライ。めっちゃいいじゃん、ここ、うん、よし、じゃあ早速ベーグル食べます。お腹すいた朝ごはん。見てこれ、レインボーだの、すごくない？このベーグルがね、最高にうまいんよ。キョエさんのは何ですか？僕はね、テリータマチキン、レタス抜き安定の。私はエビアボカドです。女性人気ナンバーワンだと思う。といただきます。いい豪快だね。うん、最高。これが私たちの朝活か。最高の朝活です。最高。いただきます。おいしい。なんで私学生時代にベーグル屋さんで働かなかったんだろう。ベーグルうまいよね。うん、もちもちないよ。そう、ベーグルってさ、家で作れるかチェキラしたことがある。冷やしたり寝かせたりちょっと手間がかかって無理だって思って断念したんですけど、なんか温度調節難しそうだった。それの賜物よ。賜物な。なんかね、パワーに入ってる人が何人かいる。おじいちゃんがたくさん入ってる。もうここは日本のガンジス川ですよ私たちも沐浴してこようぜ。朝活最高だな。朝から活動すると一日長く感じて、なんかお得感あるよね。うん、私はいつも毎日この時間無駄にしてたんだなみたいなさ、決めた。これから私6時に起き、毎朝。予言します、あざみちゃんは明日6時に起きません成功者はだいたい寝る時間と起きる時間を決めてるんだって。もうルーティーンなんだって、習慣として。私、形から入るタイプだからさ、成功者と生活習慣を一緒にしたら成功者になるんじゃないかなって思って。寝る時間と起きる時間を決めればいい。じゃあ俺、夜中の2時に寝て朝11時に起きる。お肌のゴールデンタイム過ぎてるやん。人生のゴールデンタイム過ぎてるからえ、じゃあ夜型人間にもシフトするってこと？なんか最近ヒー様がさ、なんだかんだ2時ぐらいまで寝ないんですよ。わかる。9時に寝るって決めても、うん、寝れないんですよ。ヒーちゃんに合わせた方が私たち今楽だよね、きっと。もう今ひたまファーストだからな。ヒーちゃんと私どっちが好き？あーちゃん。川入って。私さ、結構その海も川も好きなんですよ。海行くと1日入ってるの、海に。なんかさ、あざみちゃんと結構リゾート地に何個も行ったのよ。海入ろうみたいになるの、うんうん、海入るっつったってさ、軽く水浴びする程度じゃないですか。子供じゃないんだから超がっつり泳ぐのよあの、ダッサいゴーグルかけてね。疲れるからさ、ほんと一回休憩しようっつって沖に戻るんだけど、5分10分ぐらいしてさ、海行こうよって言い出すの。マジ子供じゃない？子供ってそういうことで、ね、もうあんたちょっとやめなさいみたいな。目の前でザザーンとか言われたらもう呼んでる風にしか聞こえないんだよね。ザーザー言ってます。ヘイヘイって煽ってきてますよ彼らなんか海がさ、あんま近くにない環境だったからさ、なんか来てる時はもうずっと海入ってなきゃもったいないんじゃないかみたいな思っちゃうんだよね。でも私泳げません。泳げないは語弊があるな。平泳ぎが苦手。平泳ぎ泳げないってさ、溺れた時一番きついと思うんだよね。クロールとさ、バタフライぐらい選択肢を。溺れた時にバタフライしてもさ、沈まなそうじゃない？なんか自分が泳げないのもあって、ひーちゃんにはスイミング習わせてもいいのかなとは思う。言ってたんだよね。やってた。なんかあれ、9あったよ。小学校のとかのプールも。うん、あったあった。一番上の子9。マジ？多分できる側の人は何とも思わないと思うんだけど、なんか何がたまたまできなかった人からすると結構もうトラウマなのよ。友達はみんな泳げるコースに行ってるのに、なんか晒し物のように私はその泳げないレーンを走って泳がされたり、結構辛かった。なんかさ、男女さ見えるわけよ。
あいつ泳げないんだって思われてるとか思っちゃうの、はい、トラウマじゃないけどさ、私今泳げないやつって思われてんだろうなって思いながらさ半泣きで頑張って泳ぐけどさ、みっともないわけよ。それも進まないし、25メートル泳げないとさ、途中でさ離脱しなきゃいけないじゃん、横から。あの時も結構敗北みたいな感じなのよ。辛かったな。多分周りは何とも思ってないのよ。いやー、なんか夏の朝にさ、美味しいベーグル買って川沿いで食べる、最高の贅沢ですよ。超気持ちいい。風が超気持ちいい、うん、匂いが違う。なんかタワマン住んでた時もあったけどさ、うん、今の方がなんか豊かな気がする。自由でね、毎朝早く起きて憂鬱な感じで通院じゃないや、通勤な、通勤電車もう病院よく言うし、通勤の電車乗ってぎゅうぎゅうでね。あったね、つい去年の今頃はそうだった。オフィスの中にシャッターみたいなのを閉ざされた空間にいるから、外が晴れなのか雨なのかも分かんないね。外の空気に触れない一日って結構、はい、息苦しかったなって思う。最高の贅沢ですね。うん、火玉が起きましたということでね、あざみ夫婦の朝活はこんな感じです。人間の豊かな暮らし、みんなも今年の夏は朝活だじゃあねー、じゃあねー。